さてさて、今回のハルチャンネルは小樽を探検するよ。小樽運河、荒れ放題の時期もあったけど、市民は大切に思っていたよ。北のウォールがいい。昔の景色のままに見えるけど、実は鉄道が走っていたよ。ザンモール一番がいい。昔はデパートが3つもありましたよ。懐かしい小樽を探検しようね。この動画は M78 クラブ様、小魚連合2代目猫同会会長猫又誠司様、トランスポンタ様、加藤 A 様、武者義信様、黄緑みどり様、だるま様、中秀様、水百五様、立花様、ホルモンチャンネル、ホルちゃん様、マサ様、地球の鼓動を感じる様、春田ネオコ様、高橋和幸様、スコクムチャンネル様、サーバイン様、菊池実様のご支援で作られています。ご支援ありがとうございます。今日は小樽だよ。今日は2024年1月20日。ここは小樽のメジャー観光スポット、小樽運河です。行動制限が解けた今日、観光地にはたくさんの人が来ているよ。毎年約700万人の観光客が来ていた小樽。例の病で落ち込んでいた需要も、令和5年度上期では前年度比 176% と回復しているようです。歩いてみた印象では、アジア人の他にも、ニセコのついで観光か欧米人も多かったよ。やはり、小樽の定番観光スポットといえば、小樽運河。とりわけ人気を集めているようで、道沿いには観光バスの路上駐車がたんまりです。そんな小樽運河も時代の中で役割を終えて、存続の危機にあったこともありました。こちらは平成11年。雪明かりの道が始まった年の小樽運河です。どうしても冬は観光客が落ち込んでいた小樽、街全体で冬の街の魅力を高める効果に成功したね。しかしそもそも運河とは何の目的で作られたのかな。こちらは明治42年頃の小樽港です。当時港に着いた大きな船から荷揚げするには橋家と呼ばれる小舟を使っていました。大きな船が直接接岸するためには水深を深くする必要がありますが、当時は浚渫工事がされていなかったよ。しかしこの状況では荷さばきする量に限界があります。大正12年、沖合を埋め立てて長さ 1140m、 幅 40m の運河が作られました。橋家は安定して荷さばきができるようになり、埋め立て地には倉庫もたくさん建てられたよ。しかし戦後になると大型船が接岸できる埠頭が次々と完成。前時代的で非効率な橋家による中継は衰退し、同時に運河も荒廃します。運河は外界と隔てられているので水の流れもゆっくりで、ゴミが浮かび、とても非衛生でした。小樽運河は過去の遺物となり、活気が失われ荒れ果てる一方になっていたよ。そんな時、小樽を悩ませている問題がありました。深刻化する交通渋滞です。小樽といえば坂の町。それは同時に海岸と山の間の細長い土地に人々の営みがあることを意味します。小樽の町を東西に貫く国道5号は裁ける能力の限界に達していました。もう一本東西を貫くバイパス整備が急務になったよ。そこで注目されたのが無用の長物、小樽運河。運河を埋め立てれば幅40メートルの道路を作ることができます。運河は国道5号にほぼ並行、バイパス建設にはもってこいの場所にありました。しかし行政が思わぬ方向へ事態が進みます。臨港線こと道道17号小樽港線の工事で、有幌町の石造り倉庫が次々と破壊され、次の工事は小樽運河の埋め立てだと明るみになると、反対運動が巻き起こりました。過去の遺産で市民から疎まれていると思われていた小樽運河。しかし市民の中には運河を小樽のシンボルとして、
倉庫を含めた歴史遺産をかつての繁栄と思いを重ねる人が多かったのです。北海道経済の中心地が札幌に移り斜陽となった小樽。そんな小樽のアイデンティティを守るのに運河は必要と考える人が多かったのです。約10年にわたる保存運動の結果、運河を半分埋め立てて道路を作る折衷案が採用されます。残った運河には散策路が整備されることになったよ。昭和61年、散策路の完成により小樽運河の再生が完了します。完成を祝うパレードが盛大に催されましたね。注目を集めた小樽運河周辺はこれより一気に観光地化が進みました。運河の持つ求心力は絶大で、様々な商業施設や宿泊施設が集まることになりました。札幌では古い建物がいとも簡単に壊されて再開発されますが、小樽では古い建物を生かした街づくりを推進しています。それは都市として伸びしろのある札幌とは対照的な小樽が生き残るには必要なことなのかもしれませんね。地場産業の衰退により起爆剤として観光を据える都市は多々ありますが、小樽は観光で成功した急な存在と言えますね。それでは小樽運河から日銀通りを登ってみましょう。左手の小樽出抜き工事がある場所には昔小樽金融協会がありました。つまりこの辺りには金融機関が集まっていたということです。右手のニトリ美術館は元拓銀の建物です。そして左手の小樽運河ターミナルは現在の三菱 UFJ 銀行の前身の一つ三菱銀行でした。続いて右手は小樽郵便局、そして左手は現在のみずほ銀行の前身の一つ第一銀行でした。この他にもこの通りや周辺にはたくさんの銀行が集まっていました。北のウォール街と呼ばれていたゆえんですね。そして左手には銀行の銀行、元日本銀行小樽支店が見えてきたよ。ただ現在ここで営業している銀行はありません。こちらは昭和初期の日銀通りです。今から100年近く前の景色が現在とあまり変わらないと分かりますね。ここに写っている4つの建物のうち、地元では本局と呼ばれる小樽郵便局以外は現存しています。こちらは現在の北洋銀行小樽中央支店の位置から見た戦後すぐくらいの銀行街です。日銀小樽支店や小樽地方貯金局が見えますね。ここに現在ないものが写っていると気づきましたか？そう、通りに遮断機、踏切がありますよ。そしてよく見るとこの辺りには人がたくさん集まっています。昔ここにあったのは色内駅、この線路は手宮に続いています。そう、北海道で最初に開通した鉄道に由来する手宮線にあった駅です。旅客営業していた頃は意外と本数もあって札幌へ直通する列車もありました。しかし昭和37年、旅客営業は廃止され貨物専用の路線になったよ。同時に色内から列車に乗れることもなくなりました。昭和60年、北海道最初の鉄道路線を含む手宮線は廃止されたよ。旅客営業は廃止されてましたが、さよなら列車が特別に運転されました。こちらはさよなら列車が走っている様子です。後ろに映っているのは私立小樽美術館と建て替え前の小樽郵便局。そう、日銀通りにも久しぶりに人が乗った列車が通ったよ。昔を覚えている人は懐かしさ爆発しましたよね。美術館前の日銀通りです。この道を登っていくと見えてくるのが昔使われていた踏切警報器です。北海道最古の鉄道はここを通っていたんですね。冬の間は雪に閉ざされていますが、春になれば遊歩道を歩くことができますよ。廃線跡を歩いて歴史を感じるのも楽しいかもですね。ここまで小樽運河、北のウォール街を見てきました。それでは例のコーナーを挟んで、次は小樽のお買い物スポットを探検しようね。
てさて、手宮線廃線跡を越えると色ないから稲穂に入ります。稲穂は札幌で言えば大通りのような繁華街です。右手に見えているのはオーセントホテル小樽。ここに昔何があったのか小樽っ子なら覚えているよね。こちらは視聴者様からご提供いただきました平成5年の写真です。ここに昔あったのは大黒屋。この建物は昭和9年に建てられた小樽初のデパートでした。昭和49年から西武百貨店の共同仕入れグループに入り、都会的な雰囲気だったよね。大黒屋の5階には映画館もありましたね。そして映画館に行くには建築当初からあったレトロなエレベーターに乗りましたね。こちらは昭和46年、小樽銀座一番街、現在のサンモール一番街の様子です。この年初めて実施された歩行者天国、とっても賑わっていますね。奥に映っているナショナルの看板を据えた建物が大黒屋です。大黒屋から始まり信号を渡って続くこの商店街、当時は大いに繁栄していました。こちらは大正14年、大日本職業別名サイズで描かれた小樽市です。この地図に描かれた銀座一番街を見てみましょう。現在日銀通りと呼ばれている浅草通りの角にあるのが大黒屋。そしてこの通り沿いには町に小樽三大百貨店になる丸井呉服店、河野呉服店が描かれています。この頃から銀座一番街は小樽の中心繁華街だったようですね。ところで大黒屋には小樽支店と書いてあります。本店はどこだったのでしょうか。こちらは大正8年、大黒屋の夏のバーゲンチラシです。よく見ると本店は列中稲荷町と書いてあります。大黒屋は富山県から進出してきたんですね。こちらは大正時代後期の様子です。手前に映っているのは後にニュー銀座百貨店になる河野呉服店です。そして奥に映っているのが後に丸井今井小樽店になる丸井呉服店です。もともとは共に色内にあった2軒の呉服店は大正時代ここに移転してきたよ。大正時代から小樽一の繁華街になった銀座一番街、その繁栄は昭和40年代まで長く続きました。たくさんのお店が軒を連ね、人々で賑わっていましたね。こちらは丸井以外の大食堂の様子です。デパートといえば大食堂、親に連れられて行った大食堂は特別な思い出だよね。先ほど昭和46年から歩行者天国が始まったと話しました。活気あふれる商店街でどうして新たな取り組みが始まったのでしょうか。それは忍び寄る巨大戦艦に対抗する地元の防衛戦でもあったよ。小樽の繁華街は稲穂を中心としていて、駅前は少々寂しい雰囲気でした。駅利用者向けの飲食店や旅館、鉄道貨物を扱う運送会社が集まっていたよ。小さな商店や飲食店が集まる雑多な雰囲気の小樽駅前、そんな駅前の再開発が始まったのは昭和47年からです。駅前に3つのビルを建てるこの計画、地元商店街を戦々恐々とさせたのは駅前第2ビルです。片側1車線の国道5号の拡幅も兼ねたこの工事、商店街としては表立った反対運動はできませんでした。そしてこの第2ビルに入居したのは長崎屋小樽店。小樽にも内地資本の巨大スーパーがやってきました。昭和50年にオープンした長崎屋の床面積は約12000平米。それは小樽に3つあった百貨店床面積合計の約2倍でした。実はニュー銀座百貨店は再開発ビルへの入居を申し込んでいましたが落選、長崎屋が入居することになったよ。それはビル完成のわずか5年前の昭和45年、経営悪化から債務整理を行い、経営陣が総入れ替えしたことも影響したのでしょうね。3つの百貨店の中では最も大衆寄りで若者に人気があったニュー銀座。
それは最も長崎や進出の影響を受けたとも言えるでしょう。昭和63年、ニュー銀座百貨店は閉店しました。しかしそれは発展的な閉店だったようです。建物は隣の北海ホテルとともに解体され、新しいビルが建ちました。そこに入居したのはかつてのライバル悪い今井。平成2年、丸井さんと小樽グランドホテルを核とする複合ビルがオープンしたよ。この時アーケードも整備されて、名前もサンモール一番街になりましたよ。一気に街の雰囲気が変わりましたね。新しい丸井今井小樽店の売り場面積は長崎屋とほぼ同じ。丸井今井の新装開店で駅前に奪われていた客足も戻り、この再開発は成功したように思えました。しかしまたもや内地の巨大資本がやってきます。平成11年、マイカル小樽がオープンしました。無料駐車場完備で売り場面積は7倍。今回の敵も強敵ですが、天下の丸井今井が負けるとは思ってませんでした。負けちゃいました。丸井今井本体の経営が揺らぎ、不採算店舗は閉店に追い込まれたよ。平成17年、丸井今井小樽店は閉店。小樽の中心部からデパートがなくなった瞬間でした。この角のホテルが建っているところに大黒屋がありましたね。そして現在のサンモール一番街がこちらです。かつて小樽で一番人通りが多かった商店街、約200メートルの間にデパートが3つもあった商店街。最近は1つ、また1つとお店が閉店しているね。つい最近の令和5年、小樽市民に愛されていた洋品店吉屋が倒産したね。そして右手には商店街とを仕切るような壁があります。ここにかつて丸井今井小樽店がありました。時代の移り変わりとは切ないものですね。さて今回は小樽の街を探検しました。お楽しみいただけましたか？この商店街の壁には地域の子供たちの作品の他に昔の小樽の写真が展示してあります。ここで昔の小樽を懐かしむのもいいかもですね。さて皆様からのコメント、いつも楽しく拝読しております。コメントなどどんどん書いてみてくださいね。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。今回僕の出番少なかったね。